えーっとですね、僕はまあ幼稚園から相撲を見てまして、まあ小学校、高学年から中学校、高校2年生までかな。僕は千代の富士の追っかけやってたんですよ、まあ、彼はすごいまあ有名だと思うんですけど、まあ、強いんですけどね、千代の富士の一番すごいところっていうのは眼力なんですよね。目力、目力と書いて眼力なんですけど、まあ、僕はその頃も千代の富士の写真だけでアルバム3冊作ってたぐらい、まあ、千代の富士を撮るためだけにカメラを買ったぐらい千代の富士が好きだったんですよ。でただね、僕のアルバムの中に千代の富士の正面の顔写真っていうのは実は1枚しかないんですよ。なぜかというと、こう、まあ、当然こっち向けとか見ながらカメラ構えてるんですけど、こっち向いた瞬間にシャッター切れないんですよね。眼力が なぜかというと、切ったら殺されそうな感じがあって、もうこうガーッてこうなんていうの、こうやってやってガーッて考えると同じじゃん。カンガルーが取れたもん。ああ、カンガルーより怖かった。カンガルーは 見られて怖いと思ったけど取れたけど、だってカンガルーは俺2メートルで取ったんだよ。2メートル、はい、すぐそこだよ、はい、で千代の富士は5メートル先の千代の富士がこっち向いた時にシャッターが切れなかったんですよ。もうね、本当にね、蛇に睨まれたカエル状態。ちょっとザキさん、小話始まってますよ。小話始まってますよ。すごいね、千代の富士について。本当にあんな人に睨まれたらそれ勝てんわっていう感じですよ。千代の富士の眼力がすごい。あ、そうなんだ。でやっぱ千代の富士のね、一番すごいところは、まあそう眼力もさることながら、前僕、まあ、ずっと相撲見てたんであれなんですけど、九重部屋、まあ、当時の九重部屋っていうのは関取が、まあ、僕が見に行ってたところは横綱が千代の富士北勝海といて、千代の富士の眼力について、あと、まあ、関取が3人いたんですよ。関取っていうのは白い回しが負けるんですけど、まあ、10両以上が関取で、普通ね、関取っていうのはもうスターだから稽古も、まあ、流してやったりとかが多いんですけど、ここの部屋のね、関取っていうのは千代の富士にボッコボコにやられるわけですよ。しかも奴が起きてくるのは9時なの。9時、朝9時だから土日しか見れない。土曜日当時休みじゃねえや。だから日曜日しか見れないんですよ、正直。で、その千代の富士、9時に出てくる千代の富士を見るために、一番いい場所を取るために朝5時から行ってましたから、僕仕事かっていうぐらいこう通ってたんですよ。で、でもね、あの人ね、実は最低なんですよ。何が最低かっていうと、めちゃめちゃ嫌なやつなんですよね、実は。面白かった話が、まあ当然朝稽古っていうのはね、結構いろんなバーってみんな見に来るんですよ。おじいさんばあさんとかこういっぱいいるんですけど、僕はさらに戻り待ちをしてたんですよ。夕方6時にこう場所終わって、まだ6時終わるから大体まあ6時半頃帰ってくるなと思って、6時半ぐらいからこう心の指の裏口のところでこう待機してるんですね。当時何歳でしたっけ。12歳、13歳、14歳ぐらいなんですね。ここの部屋ってどこにあるんですか。名古屋場所の時だけで、まあ、その戻り待ちしてるのっていうのは正直言って僕と記者だけなんですよ。一般人ゼロなんです。ゼロ1じゃん。そう、一般人、じゃあ俺以外は、僕しかいないです。しかも、ね、僕子供ですよ。子供12歳、13歳、14歳だから、15歳の時に行ったから、だから少年ファンですよね、言ってみる。で、その僕がこう色紙をいつも持って待ってるわけですよ。で、一度もサインくれませんでした、あの人。やつね、絶対俺のこと知ってるんですよ。なぜなら毎日いたから。2週間毎日俺は待ってたのに、
一度もサインをくれなかった。しかも2週間こう4年ぐらい行ってたから、通算なんですよ、2週間14日でしょ、14日かける4だから56日間行ってゼロ。そういうことね。大野国はね、実はめちゃくちゃいい人だったんですよ。まあこの続きはまた次回で。あ、いいね。そこ小分けするんですか。いや、ちょうどね、やっぱ10分過ぎると視聴者がね飽きる。